四国選挙区 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送です。お話は飲食店主任中島康春さんと元自営業の広田慎一郎さんです。はい、皆さんこんにちは。 NHK 党でございます。今日本不況ですね。で、日本経済不況です。で、経済というと給料です。で、給料というのはですね、今ちょっと上がらないのが当たり前の時代になってますけど、不況だからボーナスなくて当たり前、そんな時代になってますけど、今までですね、実は給料というのはずっと上がり続けてきました。私、昭和43年生まれの52歳、私が生まれた時のお父ちゃんの給料、学校の先生やっとったんですけど2万5千ですよ。で、その後私がですね、社会人デビューして大人になって初めてもらった給料、その10倍の25万です。まあ、ちょっとだけ持ってますけどね。まあ、今までそんな感じでですね、給料というのは親子一世代で10倍になるとか、まあ、そういう時代だったんですね。で、今なんかそんな感じで30年ちょっと不況だとか、まあ、少子高齢化とか言ってますけど、日本の人口今1億2600万人ですけど、100年前昭和初期ですね、今の人口の半分です。で、日本の人口が1億突破したのが昭和40年代初頭ですね。で、江戸時代の日本の人口は今の10分の1。そして元寇の頃、あの鎌倉時代、モンゴルが攻めてきた時、あの時の人口というのは800万人ですね。大阪全体の人口がですね、今の日本全体の人口だった、そういう時代だったわけですね。で、そこからずっと時代が流れてきて、まあ、今の時代になってきてるわけなんですけど、あの江戸時代参勤交代ってやってましたよね。あれめちゃめちゃ良かったんですね。お殿様が江戸までですね、こう練り歩くわけです。そうするとお金をばらまきながら、あの歩くわけな練り歩くわけなんで、まあ、その沿線沿いでですね、まあ、産業文化でこういうのが発展していってですね、でインフラ工事とインフラ整備というのもですね、大規模かつ長期的なものが行われますんで、どん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 お金が回って、で経済効果があって、江戸時代の人口は260年間で3倍になりました。約3倍ですね。その後明治維新があって、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、そして大東亜戦争で、この時あの大東亜戦争の時の総理大臣の給料80円ぐらいですね。で、その先ずっと来て、まあ、平成令和となってるわけなんですが、ここ30年不況です。おまけに少子高齢化なんて言ってますけど、まあ、その30年間今何やってるかというとですね、緊縮財政というやつと消費税の導入と消費税のアップアップです。まあ、こういう時代だからこそですね、そこに切り込んでいって、あの国を発展繁栄させていくというのがですね、あの政治家の役割というわけなんですよ。で、今ちょっと国際関係、日本を取り巻く国際情勢ですね、ちょっといろいろ複雑になってますし、今何かとちょっとややこしいやつらが、まあ、いるわけなんですよ。まあ、こういう時代だからこそですね、ちょっといちいちちょっと大げさなこういう人物が、まあ、必要な時代になっているというわけなんです。はい、NHK 党といえばですね、あの政見放送で皆さんが楽しみにしている分もあると思いますんで、ここはあの楽しく、あの分かりやすく、今の政治のあるべき状況というものを今から話させていただきたいと思います。まずですね、今回四国比例ということで、私今一番の問題、まあ、私在住が高知県なんですけども、高知から瀬戸大橋を渡って岡山に行くと、この工事ができるというのは43年前に計画されてました。で、33年前に出来上がりました。で、今に至っております。この瀬戸大橋は新幹線規格なんです。にもかかわらずですよ。私、今年で43歳なんです。未だに着工すらしてない。つまり、先人のインフラ整備、先人が残してくれたインフラ整備に、ただ我々今の現代人が乗っかっているだけなんです。ね。すごいでしょ、これ。私これ、ひょっとこのまま行ったら自分の寿命までに新幹線、四国新幹線は多分通らないんじゃないかなと思っております。危惧しております。で、今の現職の、四国の現職の自民党や公明党のあの先生方、本当にね、新幹線通す気あるんでしょうか？私はね、通す気ね、通すというかね、いわゆる、どう言います？計画、すぐにできます。なぜ、この計画は頓挫してるかって言ったら、お金だけの問題なんです。じゃあ、お金どうしたらいいかって、
国債吸ったらええだけなんです。その国債を吸ったらええだけなのに一切せんでしょ、お金がないからって。でもちろん JR は民間の会社なんで、財源がなかったらできません。だからこそ民間の会社ができないんだから国がお金を出す、国債を発行して政府主導でやると、これが一番の解決なんです、ね、にもかかわらず未だに着工してない。だから私ね、これどうしたらいいかと思っております。で次にね、それと絡んでやはり一番の一丁目、自民党公明党が進めているプライマリーバランスの黒字化、これをまず破棄です。これが一丁目一番地です。それができたらね、地方交付税交付金も大幅にアップできますし、国民全員がね豊かになります。しかし今回の政権もちょっとね、まだプライマリーバランス黒字化を破棄できてない、これが現状なんですね。これをするにはまずちょっと自民党の方にもね、公明党の方にも頑張ってもらわないかんと思いますけども、ずっとこれで、ね、できてなかったんでね、もうできんのならね我々がやると。だから今回ね NHK 党の方から諸派ということでね、私らこう出てますけど、本当はええ機会もらいましたね。四国の皆さんにね、一番の問題、四国新幹線、これをね徳島ね高知愛媛、徳島高知愛媛香川とこの4県でね、みんなで力を合わせてねやったら絶対できます。簡単なんですから、国債発行この1点でできるんです。でも今の政府はできません。なぜかプライマリーバランス黒字化破棄というお金の制約があるんでね、それさえできた大体日本はね破綻しませんから、これは覚えとってください。税は財源ではない、いいですか。日本は絶対に破綻しません。自国通貨建てで破綻はしないんです。例えば韓国とかアルゼンチンなんかは外貨建てなんで破綻することはありますけど、日本は自国通貨なんで破綻することはない。この貨幣感の間違ったことが我々国民を貧困化させている、これが現実です。次にですね、少子化問題、この少子化問題というのはね必然なんです。自民党や公明党何しました？若者が全然お金ないのにね、外国人を入れるって、技能実習生を入れると。でそれにあって今の若者たちね、お給料減って、それはもう10代20代30代の頃はね結婚できませんよ。で結婚して子供を産む数自体はね、出生数自体は変わってないんです。つまり結婚さえできたら子供はできる、つまり少子化は解消できるんです。じゃあどうしたらいいか、若い子らにお金を持たせたらいいんですね。普通に仕事をしたら家も買えて車も買えて結婚もでき子供も作れる、たったこれだけの普通のことを普通にさせてあげたい。だから私なんかね、もう40代なんでね、家を買うことも車を買うこともね諦めました。でもね、今の10代20代30代の若い子らにはね諦めてほしくないんです。だからこの30年25年間全く日本は成長してなかった、もうここに歯止めをかけます。今の現状の政治家ではできません。だから私らが立ち上がりました。本当に頑張りますんで、はい。四国選挙区